t m o r o r は、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬。主な勝値倉は2010年の府中品馬ステークス。同名、同馬種の1995年生まれの品馬もいるが、この記事では2006年生まれの品馬について記述する。第58回府中品馬ステークス2006年、オータムセールに上場され、竹園忠し系に525万円で落札される。 2008年8月2歳時に小倉競馬場でデビュー。新馬戦は6着であった。同年に未勝利戦に3回出走するが2着2回、3着1回と勝ち切ることができず、同年は未勝利に終わった。翌2009年も未勝利戦で3戦出走するも勝利できず、5月17日の京都競馬場での未勝利戦でようやく初勝利を挙げた。 その後500万以下の条件戦に5回出走するが、勝利できなかった。その後2010年5月の500万以下条件戦で2勝目を上げると、その後3連勝し、初の重賞である、マーメイドステークスに挑戦する。勝利したブライティアパルスとは0.3秒差の3着という、結果であった。休養を挟んで、条件戦を1勝した後、府中品馬ステークスに出走。 レース開始から逃げて、先頭を走り、その後追いつかれることなく、逃げ切って、重賞初勝利を挙げた。次のレースは、初の GI である、マイルチャンピオンシップを選ぶが、10着という結果に終わる。その後は、愛知杯に出走。先行争いに加わり、道中では3番手を走っていたが、3コーナー付近で故障を発生し競争中止となる。 診断の結果、右第一関節開放性脱臼で予後不良と診断され安楽死処分となった。ありがとうございます。